はいどうもアイリスラーメンの山口と大うさぎのおもちちゃんです。はい、ということでね、リゼロ第2期ついにね放送開始しました。先ほど見ました。もう感動ですよ。泣いたわ。第2期の第1話でね早速泣きました。もう今も涙目なんですけどね。ちょっとね感想考察やっていこうかなって思います。ネタバレしない程度にやっていきたいんだけど、まあ、とりあえずね気になったところだけ言っていこうかなって思います。暴食と強欲が登場しましたね。あの声優さん誰になるんだろうと思ったら石田さんで、もうぴったりでしたね。すげえぴったりだなって思って、原作の方読んでるんだけど、原作であの読んでる時に一応イメージとしてどういう声かなっていうのもなんか頭に入れながら読んでるんだけど、もうぴったりでしたね。もう最高でした。ただね、暴食やらかしましたね。これは暴食がレムの記憶と名前を食べちゃいました。剣能で、暴食の剣能で食べちゃいました。その時にね、食べた時になんと夏木レムっていう話があるんですけど、それのシーンがこの口が開いて食べましたみたいな時のシーンの時に一瞬だけパッパって映ったんだよ。うわっと思って、めっちゃあの戻してストップしてみたらやっぱ映ってて、うわすげえな、このこんな細かいとこまでやるんだと思ってびっくりしました。アベマ TV で見てる方いたらぜひやってください。戻してストップしてください。僕ねアベマ TV で見てました。あ、アベマ TV だけかどうかわかんないけど、オープニングとエンディングまだあの出てなかったね。オープニングとエンディング、あの映像見たいなと思ってたんだけどまだなかったんで、これはアベマだけなのかな、他のところはあんのかなわかんないけど、次回予告とかもないからさ、そこはちょっとわかんないんですけど、僕はまあアベマ TV で見てるので、このぐらいの情報になります。で、あとはね、あのクルスさんが左腕かな、左腕をレグルスの強欲の魔女教滞在司教のレグルスにこう左腕をね一瞬でやられちゃうんだけど、その後記憶を失ったクルスさんが登場するんだけど、その時にはね左腕はもう戻ってたんで、多分フェリスの能力とかなんかで戻したんだろうけど、その戻すシーンとかもなかったし、原作の方でもなかったからちょっとびっくりだね。なんかそういうシーンとかあればよかったなっては思ったけど、だって腕切られてるのに次のシーン戻ったら腕ついてるってなんかミスかなって思っちゃうよね。直したっていうところが少し見たかったな。あの原作の方はなかったから、そういうシーンがアニメではあるのかなと思ったけどなかったね。ただ、いやでもあれは義手とかではないよね。義手とかではないな。で、あとはスバルがレムを探してる時にあの鎖の音で気づいて、レムの場所が分かったってところがちょっとウォってなったね。あの鎖の音やっぱどこでも使うな、すげえなって思いました。で、あとはね、あの死に戻りしようとして、レムを見つけた後に死に戻りしようとして戻ったところが竜舎の中で、タイダとの戦いが、ペテルギウスとの戦いが終わったところからだったから、あれこのシーンって原作あったっけって思ってちょっと覚えてないんだけど、このシーンはなかったような気がするなっていう感じでしたね。だから原作ともまた違った視点でアニメは見れるし、やっぱ映像と声優さんの演技が素晴らしいからすごくね面白かったです。はい、あとはねもう最後のシーンは本当に感動したね。あのスバルがエミリアたん、エミリア後ろ向いててみたいなこと言って泣くみたいな言った時にね、俺も泣いちゃったわ。もう感動した。わかるもん、このスバルの気持ちが。このレムが今まで何してたかっていうのもわかるし、それでねもう感極まって泣いちゃいましたね。もう感動です。1話から感動でしたわ。という感じで、なんかいろいろ言いたいんだけどちょっとねあんまうまくまとまってないんでね、これで終わりにしようかなと思います。アニメ2期始まったんでぜひ見てください。まだね1期見てない人でも多分2期から見てもいけると思うから、もし1期見るのなんかめんどくさいなとかやだなっていう人は2期からでもぜひ見てください。多分2期見
見始めたらもう一気も見たくなると思うし、はい、という感じでね、毎週水曜日、アベマ TV で、放送するそうなので、僕はね、アベマ TV で見ていこうかなと思います。リゼロ2期第1話の感想考察動画でした。考察は何もないね、感想だけだね。あ、考察は、考察っつうか発見はあれか、夏木レムの部分かな。という感じで今日の動画ここまでです。ご視聴ありがとうございました。